2008年に代表引退宣言、これなぜ代表引退を決めたんですか？星野さん、っていう17代の存在がかなり大きくて、星野さんのところで練習がしたい。まあ、で、2019年に引退すると。死にましょう、使った。2007年、浦和レッズ ACL 初制覇。これは、あのチームはなんでアジアチャンピオンになれたんですか？あのチームは、なんだろう、強かったね。多分監督どうのこうのよりも選手たちの成熟度はかなり高かった。選手たちがやっぱり個々でピッチの中で、いろんなことを判断する能力が高かったから、特にすげえ洗練された戦術があったとは、言えないですね。言えないですから、まあ、勝ち方を知っていたっていうところはあるかもしれないですね。それは間違いなかった。まあ、そしてそのアジア王者になってクラブワールドカップでミランと対戦するじゃないですか、準決勝で。この時 AC ミラン相手に浦和レッズっていうのはどうだったんですか？1対0っていう結果ほど接戦だったとは思ってない、けど、向こうの 100% の力を出させなかったなっていう思いもあったんで、だから勝てるチャンスがあったら、なんかこうやって言うと何言ってんだよって言われるかもしれないけど、本当にもしかしたら勝てたかもしれないっていうか、あのワールドカップでブラジルと対戦した時のような、どうしようもない感はなくて、いや、消すかもしれない、そんな感じはありましたよね。そうで、僕ちょっとここはあのすごく疑問に思ってるところで、2008年に代表引退宣言、ありましたね。岡田監督になって代表引退したじゃないですか。これはもうまだまだ全然やれるのに早いなって思ったんですけど、これなぜ代表引退を決めたんですか？理由をまあ一つ一つっていうとまあたくさんあるんだけど、最終的には星野さん、っていう自分の中で存在がかなり大きくて、実は星野さんの最初試合に出てて、終盤ほとんど試合に出ない、代表に呼ばれる、けど試合には出ない、もうそれがずっと続いてて、だけど気持ちが切れなかった理由っていうのは、星野さんのところで練習がしたい。おお、あの人の練習がやっぱり面白いし、自分が成長するような気がする。代表の活動ってやっぱなかなか調整が多いから、そこで強化とか成長とかって試合を通さないとなかなかできないことが多くて、でも星野さんが練習してても、あ、これもまだ上手くなるかっていうことがすごい感じて、でそこで、まあ、苦しみながらでも試合に出れないけど星野さんが呼ぶんだったらよくって、なんとか気持ち切れずにやってたところ、星野さんがちょっと倒れられてしまって、プツンって気持ちが。その当時、実はレッツでもコンディション良くなくて、ちょっと、サッカーやって、あんまりいい人に言ったら、ちょっと呼びって、メールされたから、呼び行った時に、これはもう、代表の活動をやめた方がいい。なるほど。で、そこから浦和レッズって、ちょっとこう、良くない時代を迎えるじゃないですか。で、2011年に、ゼリコ・ペトロビッチさん監督になって、その時って使われなかったですよね。僕もあんまり使われなくなったんで、キャプテンやってたんですけど。で、その時の心境ってどうだったのかなってちょっと聞きたくて。まあ浦和レッズの時代の中では一番きつい時期で、使われないことは最初はしょうがない、もうそれは監督が選択する、これで選手はピッチの上で監督が使いたいと思うので、それしかない、と思ってもずっとやってました、で、ある時にポンと出て、すんごいフリーキックを決められて、で、前半で帰られた。そんなことあった、で、試合終わって、誰かから、なんか監督に鶴野って批判してるよって聞いて、コメントパッと言ったら一人の選手を変えただけでこんなにもチームが変わるとは思わなかったっていうコメントが目について、監督室に行くなんてことは今まで一切なかった。
うん、今までもこれからもない、その一回目だった。さすがに頭知って、うん、通訳さんに行って、ちょっと監督と話させてもらって、監督室に入って、うん、まあ、その時のゼリコさんの返答がちょっと納得できなくて、うんうん、どうしてもなんかもう受け入れることができなくて、うん、まあ、まだ話はあったんだけど、分かりました、監督も多いですって言って、うん、監督室に座ってました。うん、だそれからメンバーも一切入って、でもう俺ももうそこから割り切って、うん、その時嫁さんに言った、うん、監督が辞めるか俺が辞めるか今その戦いの最中でももうそんなね、そういう勝敗よりも、もうチームの状態がね、チームの状況もね、J2 合格が見えてるし、ね、うん、だけど、まあ、あの時実はちょっと一言俺も言っとかなきゃいけないのが、うん、キャプテン啓太で、うん、平田副キャプテンで、うん、すっごい苦労してるのが知っててさ、うん、あの時本当に、ね、力にならなれなかったっていうか、うん、あえてならないように監督のことがあったから、うん、かき回してもいけないしってことね。そう、うん、俺は監督とうまくいってないっていうことをいろんなとこで誰かに言っちゃうとチームとしては全然本音ですから、本当に本当はね、啓太と平には本当に俺ちょっと心苦しかったけど、でもやっぱその後にその出たズボちゃんがめちゃ活躍するわけで、チームがまあなんとか残った後に2012年にミシャが監督に就任。これどんな監督ですか、ズボちゃんにとって。33、4くらいの年だったんだけど、うん、改めてサッカーって奥が深いし楽しいなって、うん、ミシャが来ていろんなことをこう、うん、まあ語ることもそうだけど、うん、やる練習もそうだし、うん、戦術もそうだし、うん、成長できるな、うん、って思わせるんですよ。で、2012年ミシャの元では33試合そう不動の右ストッパーとしてこう ACL 出場権獲得にも貢献されたと思うんですけど、13年怪我の影響ですか、13年は初っ端怪我した、うん、合宿に行く前、うん、結構足首も大きい怪我で、12試合の出場にとどまってしまったと。で翌年の2014年にはこう浦和をこう離れた。そう、これ離れるきっかけっていうのは、平健太が羨ましいと思っているんだけど、浦和で辞めるっていう選択が最初は強くて、そうするべきかなと思ったんだけど、でもやっぱり自分のコンディションや動きやそういう部分じゃあ燃え尽きたのっていうふうに自分にこう問いかけてみた時に、いや全然燃え尽きてないなっていうのがやっぱりスッて戻ってきて、これはダメだやめれないと、でもう第二の手をして、まあ、他の人に探してほしい、聞いて、でやめるっていうことは俺にはできない。でベルマーレに、湘南ベルマーレに加入されるわけですけど、これ決め手は何だったんですか。ベルマーレに決め手はやっぱり張監督、もう一度なんだろうこの年でしっかりトレーニングすれば、自分の中の何かが変わるんじゃないか、まあ、そういうふうに思ってる時にやっぱり張さんがちょうど俺はベテランだからお前を取るんじゃない、お前これからまた成長させる、って言われた時に、はい、行きます。おお、もう一人の恩師みたいな感じ。そうですね。張さんってどんな人なんですか。もちろんチームを強くする、チームを成長させるってこともそうなんだけど、一人の選手をやっぱりどれだけ成長させてやろうかっていう思いはもうすごい強い人だ。それはベテランだろうが18歳だろうが、関係ない。張さんから一番なんかこの学んだことって何ですか。オシムさんにも共通することが実はあって、すごい見てる。何選手の、プレーももちろん見てる、表情、態度、練習場に入ってくる時からのそういうのを見てる。オシムさんってずっと見てる。で、2018年からレノファ山口、これはまだまだ俺はやるぞっていう。ベルマーレに行く時とかまたちょっと心境がやっぱ変わってて、もう39だから、
まあ、終わりが近いのは間違いない、うん、まあ、それの折り合いをどこでつけるかっていう部分もあったし、結局周りの選手たちに言ったらと思うんだけど、そうさ、自分頑張るんですかとか言われた時に、俺は今、死ぬ場所を探してる、まだ死ねねえわって、うん、で、メンバーで終わる時に、まだ死ぬ場所が見つからない、へえ、で、次に面接する。それすごく面白いというか、あの、初めての感覚ですね。まだ燃え尽きれない、そう、なんか残してるものが、まあ、で、2019年に引退すると、これ死に場所が見つかったってことですか。ようやく。それは何をもってして、おそらく悪あがきをすればもうちょっとできた、うん、けど自分の中で一応死に場所を決める上での、うん、プレーの基準がなんとなくあって、うん、練習中にその基準より下回るプレーが多発する、うん、多発したんだ、多発、うん、あ、ダメだで、ここ俺の死に場所ってこと、あ、これもう死に場所を使った、ここでそう、見て、で、その死に場所を見つかった時に自分でもうやめますっていう選択ができることが知りますね。なるほど、うん、うん、しかもそれが40になってない、うん、で、その引退セレモニーの時に小野伸二さん、うん、そして平川さんがサプライズでこう登場されたわけですよね。これ、事前に知ってたんですか。知らなかった。どうでした。いや、びっくりした、うん、まあ、新自分シーズン中、うん、平川も現場に、うん、もう現場の、うん、4つのコーチだったから、うん、自分のチーム大丈夫って、いや、すげえ嬉しいし、うん、感動もするけど、自分のチーム大丈夫まさか山口の地まであの2人が駆けつけてくれるなと思って、うん、ここまでやってよかったなっていう、うん、あの、今後の目標ってどうですか。今いろんなことにチャレンジされてるじゃないですか、うん、正直言って、じゃあ今やってるタレント活動的な部分もやってるし、うん、子供たちにサッカー普及的なこともやってるし、うん、これ一本でのし上がっていくぞっていうことではなくて、うん、そのままチャレンジし続けて過ごしていきたいな。で、いつまでもこういろんなところで元気にサッカーの普及も元気にやってるし、喋ってるし、またタレントゲームやってもやってる、うん、このおっさん何なんだよ、うん、って言った時に調べられるでしょ、うんうん、そしたら、あ、サッカー選手だったんだ、昔の代だったら昔浦和レッズでプレーしてたんだ、うんうんうん、それがサッカーの普及、うんうん、確かに。もうそれで言うとね、有吉さんのゲームでプレーをしたり、湘南のあたりでご家族でお店もやられてるし、そうですね、まあ、もしね、ご興味がある方は湘南に行った時、あ、そうですね、買い物をぜひやっていただければ。時々働いてます。時々働いてる、すっごい気まぐれで。ということで今回は坪井さんと坪井圭介のサッカー人生を振り返ってきました。坪井さん、自分のサッカー人生振り返ってみて、あんまりないと思うんですけど、こんなにこうバーってないと思うんですけど、どうですか。まあ、幼い頃からずっとやってるんですけど、順風満帆ではないし、うん、すごく底辺を自分自身では、プロになってからはそんなことないですけど、うん、それまでまではすごく自分自身底辺、クソみたいなサッカー人生があったそこからやっぱり流行ってきたことが、うん、自分の強さだと思う、うん、今までそんなクソみたいなサッカー人生に感謝してます本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。いかがでした。いや僕はずっと見てきてるから、なんとなく近かったし、気持ちの部分も知ってて、でも知らなかったこともあって、あの時そういう気持ちで接してたんだなとか、まあ、特にね、2011年の出来事とか、それなりに感じることがいろいろあるんだなっていうのを感じましたね。今日聞くまで分からなかった。知らなかった。だからあの時になぜこうチームの中にこうあんまり入ってこようとしなかったのかなっていうところも初めて知った。でね、芯が強いの、一切ブレなかった。
入った時から僕らは知らなかっただけだけど、きっと大学時代も高校時代も中学時代も小学校の時ももうこのままなんだろうなっていう。逆にそういう方が今後どうサッカー界に関わってるねえ。だから最初タレントやるわ俺って言った時に何言ってんだろうと思ったのは本当のところで、でもやっぱりね今すごく活躍してるし、ここから楽しみですよね。めちゃくちゃ楽しみです。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。